チャンネルリーチャンネルリーは、大韓民国生まれのアメリカ合衆国の作家である。韓国名、李将来。1995年第一作、ネイティブスピーカーで、米国の文学賞を立て続けに受賞した。現在、プリンストン大学で創作を教えている。1965年ソウル特別市に生まれ、3歳の時、精神科医の唐らと米国に移住した。 ニューヨーク州ウェストチェスターで育ち、フィリップスエクセターアカデミーを経て、イエール大学英文学科卒業後、オレゴン大学大学院で芸術修士号を取得、ウォールストリートで1年間証券アナリストを経験してから執筆活動に専念した。ネイティブスピーカー。白人女性と同性し、スパイ活動に携わる韓国系アメリカ人のアウトサイダーのような生活を描いた。 諸女作、同年ヘミングウェイ賞、ナショナルブックアワードなど米国の文学賞を総なめにした。この作品は韓国では永遠の偉術本人として翻訳出版された。最後の場所で初めてヒアジア人を主人公にした最新作、ロングアイランドの豊かな上層中山階級に訪れた家庭危機器を描く。ニューヨーカー氏はチャンネルリーを 21世紀の20人の作家に選んだザ・サレンダードありがとうございます。